アメリカ西海岸の旅2019年、ロイ・コマンチェロさんの DJ ツアー&レコード買い付け、ボリューム3はサンディエゴ&サンタバーバラ編です。平日は DJ ギグをなしにしたので、火曜日、水曜日とアナハイムを経由してサンディエゴをまずは目指します。サンディエゴはロサンゼルスから南へ約120マイル、海岸沿いを中心に2時間ほど走ります。まずはアナハイムに寄ります。大谷選手の所属するエンジェルスの本拠地がありますアナハイム。私も一度行ったことがあります。アナハイムの近くにいつも行くお店があるのでそちらに寄ります。このお店はね、買い付けのレコード屋さんはあまり行かないお店かなと思います。まあね、残念ながらね、閉店してしまったお店なんですけども、ディスコとかニューウェーブの12インチをいつもたくさん買いました。1ドルコーナーもね、結構掘れるお店で、サクサクと掘っておりますが、視聴しまくりでいつも長居させてもらってましたね。あとはね、ここのお店はね、猫がいるんですよ。2匹もいて、とても癒されます。まあ邪魔もしてくるんですけどね、可愛いですね。まあいつも疲れてくると、この下の棚をこんな格好で見てるんですけども、猫も同じ格好してましたね。まあ、今回もたくさん買いました。この日は近所のカレー屋さんで晩ご飯をテイクアウト。カレーはね、どこのお店も外さないですね。美味しかったです。今夜はサムの実家に泊まらせてもらうことにしました。サムの実家はね、ワンちゃんがいるんですよ、2匹も。とても可愛かったです。水曜日は朝からサンディエゴに向かいます。途中でビーチに寄りました。カリフォルニアっていう感じの天気です。ちょっと曇ってますけどね、いい感じです。桟橋があったので渡ってみました。結構高くてね、怖かったです。サーフィンを楽しんでいる人たちもいました。ビーチを堪能してからサンディエゴの中心部へ向かいます。こちらもね、いつも行くお店、レコードシティ。結構ね、大きなお店です。イタロディスコ名盤、コマンチェロ。ここから名前を拝借したんでしょうか、ロイ・コマンチェロさん。ディストリビューターとしても、おなじみのパシフィックビーチワイナルさんにもご挨拶に行きました。晩ご飯は、ビール醸造工場が経営するレストランへ。私は飲みませんが、ビール美味しそうですね。もちろんご飯も美味しい。またね、行きたいなと思ってネットで調べていましたが、残念ながら少し前に閉店していました。残念です。今夜のお宿です。次の日の朝は近所を散歩しながら良さそうな朝食スポットを探します。ここ良さそう、めっちゃいい感じのお店でした。アメリカンなパンケーキをいただきます。
その後はまたまたビーチへ向かいます。キャプテンサムですね。おっさん3人で黄昏れております。そして鳥を追いかける。ちょっとね、天気が悪くて寒かったので足早にアナハイムへ戻ります。レコード屋さんにも寄りつつ北上していきます。晩ご飯はね、ベトナム料理やったかな、ちょっと忘れましたが美味しかったです。そしてまたね、サムのご実家に一泊させてもらってから、週末のサンフランシスコ、サンタクルーズでのギグに向かうために北上します。いつもはね、サンフランシスコに行くのに山沿いの道を北上するんですが、今回は海沿いを行きます。ひとまずね、サンタバーバラを目指します。機材と物販の荷物も積み込んで向かいます。レコ屋さんにも寄りつつ、ペットも一緒にレコード屋さんに行ってる人いますね。癒されます。またワンちゃん発見しました。この辺りのレコード屋さんは全然行ったことないので結構ワクワクしますね。そしてサンタバーバラのビーチに到着。天気も最高です。ここでサムのおじさんとおばさんと合流して、海辺のレストランでランチをいただきます。いや、ビーチを眺めながらのランチは最高でした。そして夕暮れの海岸線を眺めながらサンフランシスコを目指します。サムのおじさん家の猫ちゃんも可愛いですね。2匹もいました。いよいよ旅も後半戦へ向かっております。次回はサンフランシスコとサンタクルーズ。そして LA へ帰還します。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。